どうも、吉田の日記の吉田です。ただいま2022年12月31日でございます。先ほど Mr.Children Gift f u を見てきまして、あんな大音量でやっぱライブ映像見れるっていうのは本当最高ですね。映画館様々というかライブに行けない限りはね、大音量で聞くってなかなか難しいので、めっちゃ楽しかったです。そしてドキュメンタリーなので裏側もね、見れるのがすごい良かったですね。 でお客さんの顔を見ると、やっぱグッと来るものがあります。もちろんね、ミスターシーの本人を見るのもやっぱいいんですけど、お客さんの泣いてる顔とか、笑ってる顔を見るのがよりドキュメンタリーはいいなって思いますね。で、そして、最後の桜井さんの衣装、すごいなあれ見てない人は <laughs>、ぜひ見てください。すんごい衣装着てるんで、あれちょっと、真似したいけど、できないなー。などこで売ってんだろう まあ、とりあえず2022年ですね。振り返っていきたいと思うんですけども、1月にこの Mr.Children YouTube を始めまして、えー、いろいろとやってきたわけですけど、1月に始めたけど、まあ、何を撮っていいのかも分かんなくて、でも絶対やりたかったことが、印のミュージックビデオ再現は、絶対にやりたかったんで、それが3月か4月に、えー、友達の協力を経て、えー、撮ることができまして、スタジオ借りたりして、 あとあの椅子ね。取っ手をついてる椅子探したりとか。構図やら色々友達に手伝ってもらって、それが一本目ですね。で、そこから何本か撮って、で、5月の10日にようやく人生初めての m r ターシューズのライブ、行くことができまして、えー、めっちゃ嬉しかったな、やっぱ。だって全曲いいって、すごいよね。 ミスターチルドに全曲ライブ楽しめるんで、どの、どの時間、どの秒も、どの秒数も楽しかったですね。で、まあ、あの、始まる前です。ライブ始まる前には、実際に僕、めっちゃ似てるってありがたくて言われるので、ま、僕がライブ会場に行ったらどうなるのかっていうお客さんの反応も見たくって、それを YouTube に上げたりして、未だにその動画の再生数抜けてないんでね。 悔しいな、それは。やっぱまあ面白いもんな、企画がね、それは。もっとね、ライブがあればね、そういう企画できるんですけど、また抜けれるように企画考えないととは思うんですけども。そして、半世紀のエントランスが終わった後ですよね、7月になんと、え桜井さんとサッカーができました。 ライブ見てね、興奮冷めやらぬ中の、桜、えー、井さんとサッカーできて、そしてご挨拶し、顔物ま似させてもらってますと。で、えー、挨拶したところ知ってるよと、えー。東京ドーム行ってたよねって言ってくださっ ここまで嘘でしょって言い訳けだけど、東京ドーム見てたよねってことは絶対見てんなと思って、エゴさしてるやん、YouTube で。か、まあ、おすすめに出てきたんかな、たまたま。その可能性はあるんですけど、知ってくださって、お写真も撮っていただけて、嬉しい <laughs>。やっぱあの、憧れてた人に存在を知ってもらえてるっていう嬉しさ。 半端ないなぁ、と思っておりますね。本当に YouTube 始めてよかったって心から思っております。もう初めて、だから、7ヶ月か、6、7ヶ月で、桜井さんが見てくれるなんてね、夢にも思ってなくって、奇跡すぎましたね。で、あとはまあ、そっからリプレイも初めて今年行かせていただいて、ミスチルバーですね。そっから本当、 ミッチルファンとのつながりが増えたなって思いますね。なんか、お店でゲームとかできたりとか、やっぱライブ映像してみたり、バー、あとバーなんでね、お酒飲みながら、えー、話せるので、いろんなお友達ができ。で、ミッチルファンが、やっぱ、どうしても多いっていうか来るので、似てる似てると言ってくださり、お写真もありがたいことにね。 撮っていただいて、全然写真撮ってもらえるの僕も嬉しいので、声かけてもらえるのも嬉しいし、感謝、感謝の一年ですね。で、最後、12月には、えー、グッドフレーズっていうので、ミスター・チルドの歌詞についてインタビュー受けて、母親とのエピソードも話せて、ほんといい一年だったなって思います。ミスター・チルドの一色の2022年だったなと。ちょっとやっぱね、動画の本数はね、なかなか上げれないので悔しいんですけど、 ちょっとあとは来年からは吉田の日記って言ってるんでね、メシツル以外のこともやりたいんですけど、まあ需要がね、どこまであるかわかんないし、まあ需要のこととか考えてもしゃあないかなとは思うんですけど、まあちょっと日記っぽいいろんなこともしたいなとは思ってるので、またよかったら見ていただければなと思います。そして来年も一回ぐらいは桜井さんとサッカーできたらなと思っております。そしていつか一緒にね、 YouTube に2ショット撮れればな。いいなと。まあね、夢はね、描くだけ描いとけば、叶う叶わないじゃなくてね、描いとけば叶う可能性があるので、いろいろ動きたいなと思っております。ということで、2022年も本当ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。ということで、吉田の日記でした。チャンネル登録よろしく。 言いたかったやつ